幹事社共同通信のリンバラと申します。はい、昨日政府のですね、輸出戦略、閣僚会議で、関係閣僚会議で決定されました、はい、2030年5兆円に向けて、まず25年に2兆円というところに、こう、具体的にどのように到達されていくのか、輸出産地づくり含めて、方策についてお考えをお聞かせください。はい。昨日ですね、関係閣僚会議が開催されまして、ご指摘の通り、2025年に2兆円と、2030年に5兆円という目標達成に向けて、当面必要となる戦略をですね、農林水産物食品の輸出拡大実行戦略として取りまとめたところであります。この戦略では、国内の余剰を輸出するという発想を転換をして、生産、加工、流通、販売に係るすべての事業者がですね、この海外市場を求める、海外市場で求められるスペックの産品を生産、販売する、いわゆるマーケットインで輸出に取り組む体制を整備するためのものであります。一つにはですね、日本の強みを最大限に生かす、品目別の具体的な目標を設定すること、それからマーケットインの発想で、輸出にチャレンジする農林水産業者を後押しをすること、それから省庁の垣根を越えて政府一体として、輸出の障害を克服すること、この3つの考え方に基づいて、具体的な施策を取りまとめたところであります。今後この戦略に基づいてですね、関係省庁と連携をして、政府一体となって輸出拡大に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。ありがとうございます。じゃあ、角瀬さんどうぞ。どうぞ。はい。日本農業新聞の吉田と言います。はい、2点伺います。今のその輸出戦略の関係で、さまざまな項目が盛り込まれていますが、大臣としては特にどういったところに力を入れていきたいとお考えでしょうかというところがまず1点と、2点目は種苗法改正案についてです。改正案は衆院を通過し、本日の参院農林水産委員会で採決を予定していますが、これまでの審議を振り返って、生産者であったり関係者の不安は払拭され、改正案への理解は進んだと大臣はお考えでしょうか。2点よろしくお願いします。はい、輸出の戦略につきましては、やはりマーケットインでですね、輸出に取り組んでいくということが大事だと思います。その各段階にですね、時期についてこの 年内に取りまとめるもの、年度内に取りまとめる、あるいは夏までにと、こう各段階で、政策を立てておりますので、それを一つ一つ実行してまいりたいと思います。それから、種苗法についてでありますが、これまでもですね、説明は、重ねてきておりまして、昨年3月に、この検討会を立ち上げまして、広い分野の有識者にご参加いただいて、計6回にわたって検討化されました。またこの検討会では、全農全中に加えまして農業者2名の方を委員として参考いただいて、忌憚なくご意見をいただいたほかにですね、有機農業者、大規模農業者、あるいは種苗の動植農家、農業現場の実情等々もですね、ヒアリングを行ったところであります。今回のですね、改正案、この現場の意見もしっかり踏まえた上で、提出したものでありますが、さらにその閣議決定後にも、法案の説明資料ですか、Q&A の資料を公開をして、また先の通常国会の閉会後もですね、要請のあった自治体、あるいは農協、報道関係者等々に対しては、すべての要請に応じてですね、各種説明会も10回以上行い、雑誌への寄稿も行ってまいりました。また、今日国会においても、衆議院で2日間、また参議院で本日の審議を含めますと2日間、本改正についての農林水産省の考えをご説明したところであります。総務省としては現場のご懸念を払拭するためにですね、引き続きこの改正の趣旨や制度の利用についてですね、運用について丁寧な説明を行ってまいりたいと考えております。熊本日日新聞の島田と申します。はい、熊本県の大曽ダムについてお尋ねします。水漏れで供用が遅れていて、今年4月から供用開始となった大曽ダムについてなんですけれども、国が想定していたダムの浸透量が想定よりも7倍以上ということが先月判明しました。地元では不満の声も上がっていて、首長が観光式を欠席する事態にもつながっていますけれども、大臣としての受け止めと今後のご対応、また把握している事実関係などあれば教えてください。はい、
大曽ダムは農業用水の安定供給を実現するために、国営小野川上流土地改良事業によりまして造成されたダムでありまして、平成17年度の試験淡水の際に、浸透量が大きいことが確認をされたため、平成25年より浸透量を抑制する工事を実施をいたしました。そして令和元年度に再度試験淡水を行った結果、浸透量が安定していることが確認されたため、本年4月に同ダムの供用開始したものであります。しかしながら供用開始後ですね、本年8月からダムの水位低下が確認をされて、現在九州農政局におきまして、浸透抑制対策項の点検監視や浸透量の把握を行っております。引き続きこれらの点検監視を丁寧に行うとともにですね、浸透量や地下水位等のデータ分析等を行って、大分、熊本両県や関係市町村と情報を共有しながら、対応策を検討してまいりたいと考えております。西日本新聞の山下といいます。鳥インフルエンザのことについてお伺いします。今朝ですね、宮崎県の日向市で今シーズン11例目となる高病原性鳥インフルエンザ確認されましたけれども、現在の対応状況と、あと宮崎県は非常に養鶏が盛んな地域ですけど、香川のように続発するような可能性があるのかどうか、そのあたりのご見解を教えていただければと思います。はい、昨日ですね、宮崎県日向市の養鶏場の課金で死亡数の増加が見られた通報がありまして、宮崎県による検査及び国による検査の結果、高病原性インフルエンザの疑似患畜と確定をしたところであります。で、これまで今シーズンではですね、香川で8例、福岡県、兵庫県でそれぞれ1例が発生をして、今回の宮崎県での発生で今シーズン国内11例目となります。宮崎県の発生を受けまして、本日午前4時から、農水省鳥インフルエンザ対策、防疫対策本部を持ち回りで開催をして、今後の対応等について確認をしたところでありますが、宮崎県におきましては、疑似患畜と確定公表後、速やかに、今、殺処分等の防疫措置も開始をされたと聞いております。国としても、宮崎県との連携を密に取ってですね、必要な人的物的支援をしっかりと実施してまいりたいと考えております。どうぞ。日本テレビの長谷部です。GoTo イートキャンペーンで店側が不正にポイントを自分の店を予約して客を装ったような不正取得のケースがあるというふうに伺ってますが、それに対しての現在の状況と農水省としての対応を教えてください。はい、GoTo イートキャンペーンではですね、飲食の実態がない、飲食店による自己取引ですとか架空取引はこれ不正行為としておりまして、事業者はこれに対する防止策を講じることとしておりますが、その上で不正が発覚した場合には当該飲食店の登録を取り消すなど必要な対応を講じるとともにですね、悪質な場合には国が飲食店名を公表することといたしております。報道のありました事案につきましては、その事実関係は農林水産省では確認できておりませんが、これまで事業者からは飲食店による架空請求が行われる未遂事例の報告が食事券で3件、オンラインで2件ありまして、現在警察に相談しているところであります。現時点ではまだ疑いの段階でありまして、今後警察とも相談しながら調査を進めて、不正であることが確認されればですね、先ほど申し上げたような方針で厳正に対処してまいりたいと考えております。食事券の方の未遂に関してはどのような内容なんでしょうか。食事券の方の未遂に関してはどのような内容なんでしょうか。具体的なやるこれが食事券。これね、はいはい。今先ほど申し上げた事業者においての事案ごとに対応検討しているところでありまして、不正であることが確定するまではその件数ですとか金額状況などの詳細な内容を明らかにすることは控えさせていただいております。
はい、どうぞ。NHK の川瀬です。今日で改正漁業法が施行されるということだと思うんですけど、ご所感と、あと、まあ、資源保全ですとか、あとは漁業者の説明はどのように進めていくかお聞かせください。はい。まあ、本日、70年ぶりに改正されました改正漁業法が施行されるわけでありますが、本日の施行によりまして、その改革は実行の段階に入るわけであります。水資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させるという目的を実現するための取り組みを本格させてまいりたいと思いますが、実行にあたりましては、漁業者をはじめとする関係者の皆様の理解、ご協力を得ることが必要であります。これまで皆様に改正漁業法の内容を丁寧に説明してまいりましたけれども、今後も皆様にご理解ご協力いただけるようにですね、説明に努めるとともに、水産業が魅力ある産業となるようにですね、一つ一つ改革を前進させてまいりたいと考えております。